来年の歌会始めのお題、光ですが、その光と聞いて何を連想するかということですね。はい、ご質問ありがとうございます。私にとって光とはひまわりの花です。幼い頃に祖父母に連れて行ってもらったひまわり畑がそう思わせてくれました。私はもともとお花が大好きです。なぜならお花は見えているものだけではなく、その見えないところにも思いを馳せることができると思うからです。見えていない積み重ねが一つの花を咲かせ今がある。私はその花のように見えない努力を重ねて、見えないところで他人に思いやり、その心を大切に生きたいと考えています。ですので私にとって光とはひまわりの花のような美しい花です。ありがとうございます。エントリーナンバー9番、寺浦穂奈美と申します。歯を見せた心からの笑顔、これは人の心をほぐします。オーストラリアに留学した際、私の心をほぐしてくれたのはホストマザーの歯を見せたビッグスマイルでした。歯を見せた心からの笑顔、これは感動を届けます。17年間クラシックバレエを続ける中で、会場の人たちと感動を共有できたのは歯を見せたビッグスマイルで踊る時でした。バレエの練習中に足首の靭帯を切断してしまった時、立ち直ることができたのも周りの人たちの温かい笑顔のおかげです。こうした笑顔を守りたい、その強い思いから私は歯科医師になります。発展途上国に自ら出向き、ボランティアで歯科検診をしている父のように、私も自分の歯を健康に保つことの大切さを伝えていきます。ありがとうございます。皆さんに映画の出演依頼があります。どんな役をやりたいですか？また映画の主演の話があります。ただ裸のシーンが多いんですが、あなたはどうなさいますか？はい、1問目に関しましては、私は家族愛を感じられる映画に出てみたいと思います。3歳からクラシックバレエで舞台に立ち続けてきましたが、その間家族、友人、たくさんの人に支えられてきたからです。憧れの女性のマザー・テレサの言葉に大好きな言葉がございます。世界平和のためにできることですか？家に帰って家族を愛してあげてください。私はこの言葉のように、常に何事にも愛を持って、当たり前のことを当たり前にできるような女性になりたいと思っています。ですので家族愛を感じられる、そんな映画に出てみたいです。そして2問目の裸の出演ですが、私はやはり裸の出演はやりたくないので断らせていただきます。全てをさらけ出してしまうのは少し抵抗があります。ですがボディラインぐらいだったらいいかなと思っています。はい、ありがとうございます。2018準ミス日本は、エントリーナンバー11番、下野梨沙さんです。おめでとうございます。プレゼンターは一般社団法人ミス日本協会会長和田薫です。大阪小松菜というのを生産している農家のお嬢さんだそうです。2018ミス日本、ミス着物は、エントリーナンバー6番、岡部奈々子さんです。おめでとうございます。
プレゼンターは一般社団法人ミス日本協会。はい、着きました。それでは正面を向きください。おめでとうございます。2018ミス日本海の日は、エントリーナンバー10番山田レミさんです。おめでとうございます。2018ミス日本緑の女神は、エントリーナンバー14番竹川千世さんです。おめでとうございます。こういう賞となりましたね。はい、はい、素敵な笑顔を見せください。ありがとうございました。2018ミス日本水の天使は、エントリーナンバー2番浦底梨沙さんです。おめでとうございます。正面を向きいただいて素敵な笑顔をお見せください。ありがとうございました。エントリーナンバー4番市橋のりえさんに決まりました。おめでとうございます。それでは正面を向いてください。新旧グランプリ揃い踏みです。まだ夢の中にいるようで実感が湧きません。本当にこのような素晴らしい賞をいただけて本当に光栄です。ありがとうございます。平成の年最後のミス日本グランプリとして1年間日本のために、またこのミス日本の発展に寄与していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今の嬉しさというのは一番最初に誰にお伝えします？この会場にいる母とおば、あと学生時代にお世話になったアルバイト先の上司と仲のいいお客様が見に来ていらっしゃってます。本当にいつも応援ありがとうございました。ありがとうございます。12年間のダンスの成果出てましたか？はい、これまで積み重ねてきたことが今日自信と誇りを持ってこの舞台に立つことができたと、そう思います。もっともっとステージの上で輝ける、そんな自分になりたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。このミス日本は私の原点であり、いつも大切な何かを思い出させてくれる、そう信じています。この26年前のこの場所では私は本当に緊張しまして、今ちょうど舞台裏でこの発表を待つミスの方々にお会いして少しお話ししたんですけれども、皆さんとってもリラックスされてて、私は26年前は本当に緊張してたのよって、今の皆さんどうって言ったら、全然出し切りましたから素敵だなと思いました。26年経ってミス日本のね、あの皆様、日本女性はますますたくましく強くなっているなと感じましたが、思い出としましては、私はちょうどプレタポルテの審査というのがございまして、特技披露ということがございました。特技でも何でもなかったんですが、私はダイアナ・ロスの If We Hold On Together という歌を歌いました。今それを思い出して楽屋の方で
歌っていたんですが、まあ、とても難しくて、よく私はこの歌をこんな素晴らしい皆さんの前で歌ったもんだなと思いました。でも思い出したんです、私がなぜその曲を選んだか。 If we hold on together、 みんな手を取り合えば、歌詞の内容は諦めることは何もない、人生の中で何かくじけそうなことが起こったとしても、それでもあなたは諦めることはしないでね、この人生を放り出すことはしないでね、一つ一つ苦難を乗り越えて努力すればきっと夢は叶うのよ、こういった日本語の歌詞でした。私はそれを26年前にここで歌ったんだなと思い出しました。